んにちは、うずら丸です。今回は、久々のモダンウォーシップをプレイしていきます。今回使う船はこちら、ジェラルド・アール・フォードです。アメリカ海軍の空母です。搭載航空機は、F-35 ライトニングと F-22 ラプター、そして、ドローンの X-47B 最後にコマンチヘリコプターです。うずら丸自身、防空はシーラムとシースパローを使っています。それでは戦っていきます。電気発艦をして、まずは F-35 で索敵をしていきます。この時に、飛行速度が遅い AGM-158 まで撃っていきます。この最初の索敵で、グレネードを撃ち込む余裕があるなら、グレネードも撃ち込みます。体力が低下したので一度戻ります。基本的に戦闘機とドローンは自操作をしますが、ラプターと空母の操作は CPU に任せます。狙いは潜水艦です。潜水艦は対空ミサイルがなく、着しか使いません。ですので、自分は一気にミサイルを撃ち込みます。相手の数が多いので一度戻ります。ここでラプターの機が一機少ないので、自操作で回復します。操作していきます。次はドローンです。搭載武器は F-35 とほぼ同じなので、ここでもロックオン完了次第、ミサイルを撃ち込みます。注意することは、ドローンのグレネードはかなり前方に飛ぶのでちょい速いかなと思うぐらいの時に、撃ち込むと当たりやすくなります。F-35 で潜水艦を倒しに行きます。ラプターで敵の戦闘機を潰します。ここではヘリもいますが、戦闘機に狙いを定めます。さあ、F-35 で倒しましょう。ここは空母です。自分は比較的、最後に空母を倒しに行きます。空母は甲板が広いので、グレネードも撃ち込めます。F-35 を回復させます。ここでラプターでヘリコプターを倒します。さあ、攻撃の手は緩めません。
このままドローンでも攻撃をしていきます。最後にグレネードを打ち込みます。ミサイル防空にしていると数で差が出るので、簡単に敵のミサイル、戦闘機を撃墜してくれます。さあ、相手の体力もなくなってきました。このまま押し切りましょう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。公式 Twitter、Instagram も動画概要欄に載っています。